日本東京都江戸川区南小岩南小岩は、東京都江戸川区の町名。現行行政地名は、南小岩1丁目から8丁目。郵便番号は133-0056。江戸川区北東部に位置する。隣接する地域は、北は、西小岩1.2丁目、東は、東小岩1.45.6丁目、南は鹿骨三丁目及び東松本。 西は、新中川を挟んで対岸に、京宮町及び上、一式二丁目。小岩地域の南西部にあたる。地区の東辺を、東京都道307号王子金町江戸川線で、東小岩と隠し、西辺を新中川で隠す。町域の大半に、住宅市街地が広がり、国道14号が貫く。町域北辺には、総武本線の駅が一つある。 周辺の西小岩、北小岩、東小岩との総称で、小岩と呼称されることもある。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、南小岩6の22の15の地点で30万千円、平方メートルとなっている。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。南小岩の町域北端に1路線1駅が存在するが、町域南部の南小岩2丁目及び南小岩4丁目などは、至近の駅から1キロメートル以上離れている鉄道利用不便地帯にあたる。東日本旅客鉄道。 京成バス京成タウンバス、都営バスハット AB、町長目別世帯と人口、年齢別人口報告。江戸川区。2017年12月13日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月13日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月13日閲覧。 国土交通省地下工事都道府県地下調査、町長目別通学指定校一覧。江戸川区。2017年12月13日閲覧。江戸川区立小学校、学校選択制のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。江戸川区立中学校、学校選択制及び学校公開のご案内。江戸川区。 2017年12月13日閲覧。ありがとうございます。